どうも、稲太鼓です。さあ、するしないがもう2019年入って、このままこう匠をあげ、ひなたの部屋やってってね、はるちゃんともきもきしてやっていくには、ちょっともうなんかマンネリ化してきたなと、倦怠期かもしれない。なんでそろそろ新しい人材を動画に加えていこうかなと思います。で、加えたい人材はいくつか項目があって、1つ目、麻雀プロであること。やっぱね、ドッポリオもプロになりましたからね。今私の仲間ってほら、はるちゃんイエローとドッポリオンのね、エメラルドグリーンみたいなのがいるんですけど、まあ9割5分はるちゃんを利用して、ドッポリオンはたまに大きい企画でちょっと出てくるだけなんでね、ドッポリオン忙しいからあんま活用できないんで、もう一人こう新たなメンバー、麻雀プロで、ある程度あのルックスがマシまともで話し上手で、あとは都合がいい、日程の都合がつきやすい、そして最後にあの日向が扱いやすいここら辺の項目が備わってる人材を新たに入れていこうと思ってるんですけど、その新メンバーがね、あの会議でやっと決まりました。仲間と決めましたよ。一人の独断じゃない、みんなと決めました。その方を今日はね、みんなに紹介したいと思います。この方です。するしない、するしない新メンバー、河野直哉プロです。よろしくお願いします。さあ、ということで、はいはい、ついに先輩に手を出しました。なんか紹介の話聞いてたら、もう暇人でクズみたいな大丈夫ですか？あの、いや、違う違う違うよね、程よく使いやすい。そうね、そっちならまあまあまあいいでしょう。テーマ程よく使いやすい、そっちならまあいいです。よろしくお願いします。まあ、河野さんといえばね、最高位戦の私の2年先輩なんですか？いや、1年だね。1年だけ34期なんでね。36期です。2年だね2年先輩で、普段は何されてらっしゃるんですか？普段は普通に仕事を頑張ってますよえ、でも YouTube 出ても大丈夫なの？結構コキ、コキ使いますけど。あ、もう全然全然、暇人でクイズなんで全然使っていただければなんかこう、やりたい企画とかそういうのあったりします？あ、やっぱり、あなたが思う強いプロ雀士はみたいな説明をしたい。すごいつまんない。もっと、いや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 、もっといっぱい世に知らし、知ってほしい。いいね、その、そのね、あの内容自体はいいけどね、そうそうそう、あんま流行んなそうな企画ですね。違う違う違う、流行るから流行らすからなので、できれば若手のプロとかの紹介にも、そう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 、ここは使っていきたいですよ。なんか後輩と仲いいですか？いや、そうでもないけど今回はあのこのするしないのメンバーってなったら、もう着なきゃいけないものがあるんですよ。そんなのあるんですか？いや、わかるわ、横にいるからもうわかるんですよ僕はスーツで着てますけど。でも今回用意しました、河野さんのために。ありがとうございます、ありがとうございます。ほい、ウェーイ。ということで、安っぽいブルーいらない、いらないよ、その5文字ぐらい。いらない、最初のブルーだけで OK だろ。安っぽいスカイブルー。いいということで、最高位戦カラーだね。いい感じのこう、水色の要素も入った青色をご用意しました。ちょっと開けてみてください。いいですか？勝手にね、失礼します、頼んだんでサイズ L ですけど大丈夫かしら？あ、全然全然、 L でも M でも着こなせるんで。マジよりそっちの才能あるんで大丈夫当ててみて、ちょっとあ、でもいい色じゃない。いいんじゃないの？では早速、あの、着替えてください。はい、かしこまりましたこのさ、青色着てみました。え、なんかちょっとイメージ映像にイライラしたいいさっきの、なんか自信作、あの顔なんなん、どこから来たの？いやいやいや、あれなんなん、普段通り、あれなんなん、これどこから来たの？やっぱ、マージャンチームこうやって考えてる。なんで星座になったの？あの、しっかり、あの、つなぎっていう人生で金の初めてだから。着心地どうですか？いや、すごくいいです。いいでしょ。あのようやく退院になれたかなって退院、退院なんかやめて、目標、病院出た後みたいに聞こえるから。いや、目標としては、あの、ゆくゆくは赤を狙っていきたいなカラー変更ねえかも。いや、ねえよ。ないの？ない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 。
バカ狙いだったの絶対にないよ。安っぽい水色って決まってるんだよ。やめろ、安っぽいつけとは。河野さんとね、今日はあの食べ物で楽しもうと思ったんで、こんなものを好き嫌い多いけど大丈夫こんなものを用意しました。これ何これ。ね、読めない英語が。ビーンボロッツ、ビーンベルズレン。はい、こちらラボーさんから、匠の通訳でもなくラボーさんからいただきました。お土産ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいろんな味がするお菓子らしくて、これをやってみようと思います。私も初めて食べるんですけど。さあ、このビーンブーズルっていう商品なんですって。でアメリカで売ってるのかな。でこれね、ネットでね、読めないから調べました、何なのか。そしたら、見た目そっくりの美味しい味とワイルドな味のペアが8種類、合計16種類のフレーバーが入っています。で、味はまず食べてみて当てよ、何の味かなみたいな感想を言っていこう。うんうん、オッケー、オッケー、はい、じゃあルーレット回します。お願いします。いいですか。いいよ。じゃん、もう、何、どっち、こっちっぽいね。こっち、うん、じゃあオレンジいきます。そっち、俺もそっちのやりだと思う。あー、でもやだ、やっぱそっちがいい。わかんない、全部ダメかもしんないもんね。ではいただきます。いただきます。うんと、多分これもダメな気がするけど、何味もちょっとダメだ、私ダメだこれ。あー、ダメだ、くさい、キモい、なにこれ。うん、これも多分ダメですねこれも多分ダメだけど、まずいけど。何食べる、食べかけ。食べがすねえだろ。やばい。これすごいわね。ね、ま、み。あ、これゲロの味だ。あ、すみません、お茶もらっていいですか。すみません。ペアがそんなについて落としてやってやるじゃないか、落としすぎじゃないね、汚いじゃん。なんで手で取ったの、なんか自分で取るんだけど。どっちがいい。こっちでいい。いただきます。じゃあいただきます。いただきます。これやばいわ。当たってんじゃないの。わかんないけど、全然大きくないよ。じゃあ当たってないぞ、それ、これやばい、外れマジですごい。見てこの顔ばっかり。もはや当たりなのかどうかわかんないもんねやばいね。閉めていいですか、もうこれ。怖いよ。さあ、というわけで、今回は数粒で断念という結果になりました。そうですね、まさかの。一応なんですけど、あの他には刈り取った草の味だったり。まだいけそうでしたね。そうですね、まあ、臭い靴下。まあ、ダメですね。おむつ。もう味、わかんないですね逆に食べてみたかったですね。とか、いろいろあったんですけど、もういかんせん、引くの全部外れの方で、ちょっと未だに口の中に残ってて。残ってますね。やっぱり最初のね、ピーチとゲロでゲロ二人も引いちゃってる時点でもうさ、麻雀プロの引きが弱いっていうところが情けない。確認、引きは強いんだけどね。あ、こういうのがね、ゲロ&ゲロだよ。私やばいよねでもね、一番でも腐った卵もやばかったじゃん。腐った卵はやっぱ一噛でいけなかった。でもね、私ゲロのがやばかった。腐った卵は3噛いけたの一応。あ、逆だね。そう、ゲロはワンカメペイだったよ
パイパイみたいな感じ。そう、ゲロの味を食べてるんだ自分っていうの気づけなかったからかな、まあ、なかなかね、ゲロ食いくとかなんだけど、ね、こんなゲロ連呼することある？ないよ、人生で。でも今度すいません、せっかく来ていただいて一発目これで全然あの面白い動画になっていただけたならそれで途中からあの相棒が死んでたんで、うん、ちょっとあのはるちゃんに食べさせよ、これはもうあ、どっぽりょうとはるちゃんに食べさせよ、次はね、で見てたい、うん、こっち側としては、うん、天の声とかで参戦しましょう。そうしよう。さあ、というわけで今回は河野さんお披露目ということでビーンブーズルに手を出しました。手を出してしまいました。さあ、というわけで新登場河野直哉スカイブルーをどうぞ皆様よろしくお願いします。さあ、というわけで動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてね。河野さんのツイッターはやってます。あ、じゃあ載せます。これお願いします。これです。河野さんのフォローしてください。フォローしてください。よろしくお願いします。はい、というわけでまた次回いつこのスカイブルーは出てくるんでしょうか、今後期待ということで、皆さんまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。さようなら。